日本埼玉県埼玉市桜区町屋町屋は埼玉県埼玉市桜区の町庭及び大字。現行行政地名は町屋1丁目から町屋指定目及び大字町屋。頂点は住居表示実施済み。郵便番号は338-0836。旧和立郡町谷村。埼玉市桜区中部の荒川左岸側の中石平野に位置する。 地区の東側を南本宿や西堀、南側を桜田、西側を道場、北側を英和や中島と接する。また、南側には、対角線上に深海が位置している。地域の東部を南北に、国道17号新大宮バイパス、首都高速埼玉大宮線が縦断し、地域の北部を東西に、埼玉県道57号埼玉高野支線が横断している。 新大宮バイパスの東側に1丁目、西側に2から4丁目が存在する。地域内は宅地化が進み住宅地域である。地区の南部境界及び東部には夢川が流れる。荒川河川区域内の戸別地は東部を鴨川が流れ、公園やゴルフ場などのレクレーション施設として利用されている。住宅地の地下は2019年1月1日の 都道府県地下調査によれば、町屋三丁目26の15の地点で13万2000円平方メートルとなっている。旧足立郡町谷村。古くは神尾荘に属し、江戸期は武蔵区に足立郡与野領のうちであった。町屋村の町屋は、町屋ともかく、昭法年間に旗元である宮崎、牧野市の愛宮地であった以外は、幕府領で村高は、 田園坊では221国、元禄豪町では226国、天保豪町では239国。スケは中仙道浦和塾に出役していた。火星期の世帯数は48件で、村の規模は東西3町余り、南北2町余りであった。隣接する道場村に畑山重忠の館があった頃、城下町屋があったことによる。かつては、 町屋と表記していたが、書きやすさから町屋と混同され、現在では町屋が町名となっている。昭和時代の住宅地図には町屋と表記しているものがある。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。 最寄り駅は JR 埼京線南尾の駅であるが、町屋3丁目26の15の地点よりおよそ 2.3km 離れている。ありがとうございます。